ハイマツは、松科松属の常緑針葉樹。和名は、漢字でハイマツと書き、おそらく形態的特徴に由来する。種小名プミーラは、小さいという意味。北日本産やシベリアのものは、樹形や針葉内部の樹枝道の数が、本州中部高山帯のものと異なり、亜種として認める意見もある。身近な松である赤松や黒松とは、亜属単位で異なり、ストローボス亜属、いわゆる五葉松のグループに分類される。シベリア、カムチャツカ、中国東北部、朝鮮半島、日本にかけての寒冷地に分布する。日本は分布の南限にあたる。氷期に北方から南下してきて、温暖化とともに、日本に取り残されて高山に逃げ込んだ氷害存種である。日本国内では、北海道から中部地方の高山帯に分布し、その南限は赤石山脈の光岳、西限は加賀の白山である。日本では高山の高木限界より上部に自生することが多いが、北海道東部では稀に海岸近い低地にも自生している例がある。道東、屈斜路湖の近くにあるアトサヌプリは、山の標高は512メートルに過ぎないが、付近の平地までハイマツや高山植物が見られる。これはこの山が常に硫黄の蒸気を噴出する活火山であるため土壌が酸性化しており、平地に通常生育する植物が育つことができないためである。樹高1から2メートルのことが多い小型種。ただし、その樹形は名前のごとく地を這う独特のもので、日本の他の松の仲間にはほとんど例を見ない。高山の稜線上などでは、文字通り地面を這うような低い樹形だが、分布域下限の亜高山大林に接するあたりでは、樹高2メートル程度の灌木状になる。ストローボス亜属の他のグループと同じく、針葉は五葉、針葉断面の維管束は一つ、葉の付け根の鞘は取れやすいなどの特徴を備える。毬花は長さ4から5センチメートル、成熟には2年かかる。毬花内部に形成される種子は、ストローボス亜属ストロービー節の松としては、珍しい翼なしのもので他に、アメリカ西部のPニュースフレクシスなど、わずかに知られるのみ。種子は動物散布型で、ハイマツの種子散布の主役となる動物は、高山生鳥類のホシガラスである。少しでも生存に有利な環境を求めて、複上更新と越しを繰り返しながら100メートル近くも位置を移動することがあると言われている。もちろん、ネマデモが移動するわけではないので、あくまで見かけ上である。日本では、通常は高山帯針葉樹林と、その上部のハイマツ林の間には、大きな景観の違いがある。高木がなくて、見晴らしが良く、いかにも高山らしい雰囲気に満ちたハイマツ林は、高山植生の代表として扱われることが多い。しかし、このような分布形態は、日本近辺だけに見られるもので、ハイマツの分布の中心である東シベリアと中国東北部では、多くの場合ハイマツは、カラマツ属の森の中に低木として分布している。松は、日差しのある土地を好む葉樹なので、日本の亜高山帯や西シベリアなどの常緑針葉樹林はハイマツにとって、林内が暗すぎるが、カラマツ林は、葉が薄くて林内が明るいので、ハイマツの成長の妨げにはならないようである。日本でもよく観察すると、ハイマツ林の中には、モミ属、トウヒ属など亜高山大林に属する樹種が低木化して混入していることが多い。また、ダケカンバ林は、カラマツ同様林内が明るいため、亜高山大林とハイマツ林の移行体で、ダケカンバが高木層を、ハイマツが、低木層を占めて共存している例はよく見られる。これらのことから、ハイマツ林は高山帯の一部ではなく、亜高山帯の一部であり、おそらくは多雪と強風のため、高木層が欠けた状態にあるものと現在は考えられている。一方、富士山にはハイマツが見られず、代わってカラマツがハイマツと同じように低く、地を這うような樹形となって生育している。これは、富士山が比較的新しく誕生した火山であること、独立峰であること、土壌の問題などが理由として考えられているが、なぜこのような植生になるかは、完全には解明されていない。ハイマツも富士山のカラマツも通常の樹木に比べると、成長は極めて遅く、幹の断面は年輪が非常に密になっている。ありがとうございます。